こんにちは。伊勢丹新宿店のスタッフの佐藤です。これから、春夏の新作をご案内したいと思いますので、よろしくお願いします。ゼニア社のトルヒューの生地を使ったマイスタースーツになります。こちらの方のスーツの特徴ですが、トルヒュー自体が、スーパーファインウールの、16ミクロン以下の生地を使用したものになりますので、はい、生地っていうか糸ですね、使用したものになりますので、かなり細番手でしなやか、なおかつ、光沢のある感じに、が特徴となっております。まあ、遠目からは無地なんですけど、近くに寄ってみると、織り柄が入っている、非常に控えめで上品な生地を、うちのトップラインの仕立てにしてありますので、かなりお召しいただいた時には、上品かつエレガントな雰囲気になっております。イタリア、ロロピアーナ社の、シルクカシミアコンジャケットになります。素材がシルクとカシミアっていうことで、かなり生地的にも薄く、しなやかな感じの生地となっております。ですから、まあ、なんでしょうか。遊びで着ていただくような、ちょっと上品なジャケットというんですかね。そういう雰囲気に仕上がっております。合わせの方も、まあ、グレーとか、茶色で合わせていただければ、よりエレガントな感じになりますので、オン、オフ、まあ、ネクタイなんかも、ニットタイとかで合わせていただければタイドアップになりますし、ボタンダウンなんかで崩していただいてもよろしいかと思います。個人的にも大好きな生地で、イタリアフェルラの生地を用いたジャケットになります。こちらは特に生地にネップとかいろいろ入ってくるんで、かなり表情がありちょっと面白い生地かなとは思います。オン・オフ両方でお見せいただけますが、どちらかというとオフですかね。タイトアップよりは少し崩して着ていただけると生地の風合い等が生きてきますので、まあデニムとかそういったもので合わせていただけると、より一層まあカジュアル感も出るし、あとはまあ高級感もさりげなくあるかなと思います。まあ今年個人的にももう完全に買いという商品になっておりますので、ぜひ皆さんもお試しいただければと思います。